イギリス国鉄317型電車は、1981年から1982年、および1985年から1987年に、かけて製造された、イギリス国鉄の近郊系電車。同じイギリス国鉄の318系、455系電車、150系機動車とともに、車体は全構成のマーク三脚車をベースとして、 設計されている。ネットワークサウスイースト塗装の317、1K ミッドランド本線のロンドン、近郊区間電化開業対応のため、1981年から1982年にかけて4連48本が製造された。投入時の塗装は、青色に窓周りが灰色、全面が黄色の当時のイギリス国鉄標準塗装であった。 車体は前後して製造された455、8系電車、2 1 0系電気式機動車とよく似たデザインである。全室普通車の両先頭車と中間電動車に MSO 側の貫通路の両側にトイレのある一等車と普通車の合わせ作り車を加えた4両1ユニットの構成となっている。最高速度はこれまでの313型、315。 ガタが75マイルパーアワーだったのと比べ、100マイルパーアワーと高く設定された。317、1系電車の投入により、老朽化した127ガタ機動車が置き換えられる予定であったが、投入と同時のワンマン化が労働問題となり、全面的な置き換えは1983年、中頃までずれ込んだ。1986年には、 ロンドン市街の地下を貫通するスノーヒルトンネルの共用を再開し、ロンドン南部の直流 750V 第3機常式電化区間へベッドパン線電車を直通させることになった。このため、交流 25000V 河川式、直流 750V 第3機常式の両方の電化方式に対応する319系電車が投入され、順次置き換えられることになった。 置き換えられた317-1型は、ウエストコースト本線のロンドン近郊区間へ転属し、310系電車を置き換えることになった。なお、置き換えられた310型は、ロンドンキルベリーサウスエンド線へ転属している。ウエストコースト本線近郊区間での活躍も長くは、続かず、1989年には、 新車の321系電車に置き換えられることになり、すでに317、2型が投入されていた、イーストコースト本線のロンドン近郊区間と、ウェストアングリア本線のビショップス・ストートフォード、ケンブリッジの電化開業、およびフェンセンの電化開業向けに転用された。工術の317、5系、317、7型、317、 8型への改造が行われた結果、2011年、現在、ファーストキャピタルコネクトで使用されている317,337から348の4連12本が、残存している。1990年代後半、トゥカルの一等室を普通室に改装して317、0型へ、番台変更を行った編成が、以下の7編成存在した。 編成番号はいずれも10の位を2級に変更している。2000年までに317,392、317,393の2編成を除き、一等室の再設置を行って元の編成番号へ復帰している。いずれも種社は317,1系である。 317,322から328317,392から398なお、317、0系以外にも、2000年頃にイーストハム基地に所属し、ロンドンティルベリーサウスエンド線で使用された317、1型を中心に、一等室を普通室に改装し、全車普通車とした編成が存在する。これらは317、 例から来し下に編成を除き編成番号の変更は行われていないが317、3型と番台が分けられている。参考資料、ブリティッシュレールウェイズロコモーティブスコーチングストック2000の記述で確認できるのは以下の14編成317301から307、311から313、319、332、 392、393 39、イギリス国鉄標準塗装の317、日経イーストコースト本線のロンドン近郊区間で使用されていた312系電車の置き換え用として、1985年から1986年にかけて4連20本が、1987年に4連4本が製造された。317、 1>, 1型と比べ、車体デザインは、同時期に製造された455、7型電車や、150、2系機動車等と同じデザインとなり、側面窓の開閉部が、アルミ板から透明ガラスに、また台本が屋根状から、床下となり、前面のデザインも変化している。なお、置き換えられた312型は、グレートイースタン本線。 および、ロンドン・ティルベリー・サウス・エンド線へ転属している。編成構成は317、1型と同一の4連ユニットである。1986年までの落成者は、イギリス国鉄の標準塗装で登場したが、1987年の、落成者は、当初より、ネットワーク・サウス・イースト塗装で登場した。318型は、この317、 二型を三連ユニットにした構成だが、搭載されているモーターが異なるほか、一等室がなく、トイレがディゾへの設置であったり、最高速度も90マイルパーアワーであるなど、各所に相違がある。なお、317、二型は、全編成が一等室の移設改造を行って317、六型に改版されており、現存しない。イギリス国鉄の分割民営化以降、 317型も複数の事業者で使用されている。この項目では2011年以前に使用を終了した事業者と関連する改造・改版について記述する。ワゴンの317、6K、31枚7663、編成耳鼻に317、1K、317、2型が運用されていた。 グレートノーザンルートと関連の支線及び、ウェストアングリア本線と関連の支線は、民営化時に、ウェストアングリアグレートノーザンに移管され、317、1系317、2系全車がリースされた。1998年から1999年にかけて、317、2系の車内設備更新と合わせ、 全編成の一等室を中間付随者から先頭者へ移設し座席数を増やす工事を行った。これにより右の写真にあるように塗装が独特なものに変更されている。3 1 7 2系の更新編成は317-6型に改版が行われ、主車の番号順に317,649から672に付版されている。なお、これらの改造は オールスタム系のレールケアウルバーテンワークスにて行われている。ワゴンパープルメタリック塗装の317、1K317、1型については、1986年以来、ネットワークサウスイースト塗色のままであったが、2001年よりメタリックパープルを基調に、ドアブを薄紫色にした新塗装が登場した。2004年4月、ワゴンのフランチャイズが、 グレート、ノーザンとウェストアングリアに分割された。グレートノーザンのフランチャイズは、ファーストキャピタルコネクトへ、ウェストアングリアのフランチャイズは、ナショナルエクスプレスのイーストアングリアに引き継がれることになった。317型も、両社へ引き継がれている。なお、ファーストキャピタルコネクトが引き継ぐまで、一時的ではあるが、ワゴンのブランドで、グレートノーザン区間のみの運行を行っていた。 ワゴンへ戻ったものの、LTS 塗装のままで運用されていた317、1系ロンドンティルベリーサウスエンド線を運行する、LTS レールでは、老朽化した3 0 2系3 1 0系電車を置き換えるため、1996年から2000年まで、ワゴンから最大で18編成の317、1系電車を借用した。当初は、 ネットワークサウスイースト塗装のままであったが、後に赤帯部分を緑帯に変更している。これらは3 5 7系エレクトロスターの投入により、すべてワゴンへ変換される予定だったが、357型の初期故障が落ち着くまで、引き続き常時4編成が入れ替わりで2004年まで使用された。2002年、テムズリンクは、 ロンドンのムーアゲートベッドフォードへの列車増発に当たり4編成の317、1型を使用することになった。ただし、特定の編成がテムズリンクへ転属したわけではなく、系列のワゴンの車両を借用し、毎週に編成を入れ替えるものであった。車両の入れ替えは、非電区間を通る必要があるため、機関車牽引で行っていた。2004年、 ワゴンのフランチャイズ分割に伴い、12編成が、正式に、テムズリンクへ転属したが、交流25000ボルト河川式で電化されている、北部区間でしか使えないため、間もなく365系、ネットワーカーの投入で置き換えられ、グレーターアングリアのエリアへ転属した。2011年8月現在、317型は、ファーストキャピタルコネクトと、 グレーターアングリアの2フランチャイズで使用されている。ファーストコーポレート塗装の317-1ファーストキャピタルコネクトはワゴンの内グレートノーザンのルートとテムズリンクを合わせた区間を受け持つフランチャイズである。317-1型は4連12本が主としてロンドンキングズクロスからの近郊電車として365系電車ネットワーカーと共に使用されている。 2009年9月までは、交流化線式で電化されている、テムズリンク北部区間でも、ラッシュ時の一部列車で使用されていた。ファーストキャピタルコネクト運用車については、2005年から、車体補修、ファーストコーポレート図書区への塗装変更と合わせ、車内更新、及び高速対応パンタグラフへの交換が実施され、全車完了している。 これらはいずれもオーブテックドンカスターワークスで行われた。1塗装の317、2系ナショナルエクスプレスのコーポレート塗装の317、5系、グレーターアングリア塗装の317、6系2 0 0 4年4月1日、ウェストアングリアとスタンステッドエクスプレスのフランチャイズが新たにグレーターアングリアのフランチャイズの一部となった。 これらは2008年2月26日までに変更が進んでいたが全社には及ばず、グレーターアングリアへの移管に伴い、白一式のボディにドアが、コン、車両中心部の倉庫に、グレーターアングリアのロゴが入るものに徐々に変更されている。2011年8月から、新型の379軽電車の投入が始まり、スタンステッドエクスプレスを手始めに置き換えが、 始まっている。スタンステッドエクスプレススタンステッドエクスプレスに運用中の317、7型2000年、317、1のうち4年9本で、スタンステッドエクスプレス開業以来使用されてきた322系電車を置き換えることになり、車体更新を兼ねてレールケアウルバーテンワークスで、対応改造が行われた。改造車は新たに317、 7型に改版されたが、編成番号の下2桁は、種社の番号が引き継がれた。改造内容は、1等室座席の2プラス2から1プラス2への変更と先頭車への移設、普通室座席の2プラス3から2プラス2への変更、ラゲッジスペースの設置、前面デザインの変更、側面窓を317、日経同等品への交換、トイレの移設、エアコンの取り付け、 高速対応のバンタグラフへの交換など、多岐にわたる。317,308から310、314、319 39、392、393、329、332、317,708から710、714、719、722、723、729、 732-2006年には、スタンステッドエクスプレス向けに317、1型からさらに4連12本が追加改造されたが、ラゲッジスペースの設置程度で、一等室座席の変更と移設、普通室の座席変更、全面デザイン変更、側面窓の交換、トイレの移設、エアコンの取り付け等は省略されている。2006年の改造車は317、 8型に改版されたが、317,7型とは異なり、主社の番号順に投資番号で不番されている。317,321,324から328,330、331、333 33から336、317,881から892、317、7型、317、 8系ともに、スタンステッドエクスプレスだけでなく、317、5型や317、6型とともに、ウェストアングリア本線の運用に入ることも多かった。スタンステッドエクスプレスは、フランチャイズがアベリオ系列のグレーターアングリアへ変わったことや、後継の3 7 9系の所定数の投入が完了したこともあり、基本的に、 全列車が379型での運行となっている。317、7型は、改造時に座席を減らしたことから、朝夕の混雑時間帯の運用に難があり、全車運用から外れたが、317、8は、他の317型同様、引き続きウェストアングリア本線の運用を中心に、使用されている。ウェストアングリアウェストアングリア本線運用分として、 4連24編成の317-6型と15編成の317-1型を引き継いだ。これらは主にロンドン・リバプール・ストリート・ビショップス・ストートフォード、ハートフォード・イースト、ケンブリッジで使われている。なお、317-1型は車内への LED 案内装置等の取り付けや車内改装を行っており、すでに全車が完了している。 改装車は317、5型へ改版され、主車の番号順に通し番号で不版されている。317,301から307、311から313、315から318、3 2 317,501から515、ボンバルディア・トランスポーテーションは、運用から外れている317,720編成を使用し、 新しい走行機器のテストを行っている。317,722編成は、元々の直流モーター、制御装置が撤去され、新たに4つの交流モーターと2つの3、小コンバータを取り付けた。台車と変圧器については、種車のものをそのまま使用している。加えて77,021 62,、62,682の2両は、 車内インテリアの更新も行われている。この更新工事により、車両性能を最新型の車両と揃えることができ、また、メンテナンスの手間を減らせるほか、電力回生ブレーキが取り付けが可能になり、317型の寿命をさらに20年伸ばせるとしている。ただし、この更新工事が他社に及ぶか否かについては、現段階では不明である。 ありがとうございます。